吉田さん、仮面つけるとやっぱり不気味なものがありますね。なんか怖いというかね。私だけですかね。ラファエルさんの動画も見たことないんですけども、仮面やっぱあれタイガーマスクの仮面だったらいいんですけども、なんかそのジェイソンみたいな仮面怖いですね。やっぱこう人間ってのは表情が変わらない人に対してね、やっぱ警戒心を抱くのかな、恐怖心を抱くのかなって気がしますけども、こう表情豊かな方って例えば笑顔が出たりとかね、怒った時やっぱり怒る顔したりとかね、悲しい時には悲しそうな表情をする方に対してはやっぱりこう感情が動くんですよね、きっと。そういうところがあるのかなと思います。まあ、ですので、あの、何と言いますかね、表情の変わらないフィギュアとかには愛情の限界があるのかなって気はしますけどもね。マネキンですとかね。なるほどね。はい、で今回ね、あのやっぱりやりましょうやりましょうって言ってもなかなかやらない人、その方たちがあのやっぱりね、才能がある人がやるんでしょっていうね、そんな言葉も聞こえてくるわけですよ。久保さんは才能があるからいいよねとか、何々さんは才能があるからいいよねと、あのじゃあ今回はね、才能がある人に待ち構えてる悲劇に関してね、ちょっとね、そういう方に対して私はメッセージを送りたいんですよ。確かに私はおそらくですけども、多分才能があるんでしょうね。何をするにしても、ちょっとやり込むと人並み以上にできてしまうところはあります。でしかもそれがね、そんな苦痛じゃないんですよね。何かに対して一心不乱に打ち込むっていうのが苦痛じゃなくって、なんかその一種のね、武者震いというか恍惚感というか、いや、やってやるぜって気持ち結構盛り上がるんですよ、何か一点に集中するときって。だからそういうので自然に YouTube とかも続いてるんだろうなと思いますし、サイトの量産っていうのも何も見ずにね、本当に何も影響されずにできたのかなと思います。まあ、孤軍奮闘っていうのも結構好きで、どちらかというと暴走族みたいに群れるのとかね、そういうのはあんまりしたくないなって感じなんですよ。もうなんかその仲間はいらないみたいなね、ところがあったり、かといって仲間が欲しかったりとかね、なんか妙な話ですけどね。で今回ね、その才能を持ってる人に待ち構える悲劇ってことなんですけども、どういうことなんだと思うんですよ。才能がある方がいいじゃないかと思うんですよ。そうじゃないんですよ。才能がある人の方がある種悲惨なんですよ。そんなことを想像もしなかったと思いますけども、私はね、自分の多分自分には人並み以上に才能があるんじゃないだろうかって考えた時に、あ、だからこういうふうに苦しむことがあるんだなと、苦しんでないですけども、苦しむ人がいるんだなっていうのが分かるんですよ。あの芸能人の方とかも、なんか売れなくなってくるとね、すごく悩んでみたりとか、心を病んだりとかすると思うんですけども、やっぱ才能がある人ってね、もう引き伸ばしちゃってすみませんね、結局こういうことなんですよ。才能がある人っていうのは実は才能がある人同士の戦いが待ち構えているんですよ。だからね、相手も才能があるんで、ものすごいきつい戦いです。じゃあそれに勝ちましたってどうなると思いますね。勝ったらトーナメント方式みたいにさらに才能のある人がそこに待ち構えてるんですよ。自分と同等かそれ以上の人が常に出てくるんですよ。それに勝ってもまた出てくるんですよ。で、この繰り返しなんですよね。才能がある人は上り詰めれば上り詰めるほどさらに強大なライバルが出てきて叩きのめされるんですよ。で、負けた時が転落の始まりなんですよね。で、才能がある者同士で戦うと敗れます。そうすると次に才能がある人との戦いがまた待ってるんですよ。でそこで精一杯やっても勝とうが負けようが結局またね、同等かそれ以上の才能がある人が待ち構えてるんですよ。トーナメント戦ってあるじゃないですか。最初第1回戦勝つのはまあ勝てるんですよ。2回戦目は1回戦目を勝ったすごいやつが出てくるんですよ。3回戦目は3回戦目までを勝ち上ったもっとすごいやつが出てくるんですよ。だからね、勝っても勝ってもキリがないし、負けても才能がね、あ、自分は才能なかったんだっていう風な挫折感に苛まれるし、結構きついと思いますよ、才能がある人はね。だから才能じゃないんですよ。才能じゃなくって、才能がないところに対してどのぐらい、自分のねエネルギーをかけれるかってことなんですよ。そうするともともとゼロなんで、何も自分を持ってないんで、負けても当然、バカにされても当然、何もできなくても当然、でもできたら何かが残せたらラッキーだなっていうね、そんな感じで進めるんですよ。だから才能に依存してないっていうかね、ただやるだけっていうのはそういうことなんですよ。才能に依存してないんですよ。なんか特別な能力に依存してないんですよ。編集能力に依存してないんですよ。スクープみたいなネタに依存してないんですよ。なんかの情報に依存してないんですよ。ただ自分の内側から出てくるものを表現してるだけ、これが YouTuber、 私や吉田さんみたいな YouTuber なんですよね。もはや何も必要としてないんですよ。何もしてなくて、
自分の人生を振り返ったりとか自分の思考に目を向けたりすると簡単にコンテンツが浮かんでくるというね。でこれはねやり込んだらそうなるんですよ、うん、例えばイリュージョンっていうねあの再販売がありましたよね、この前あの久保記念で。あれっていうのは結局吉田さん昔こんなセミナーやりましたよねってものが販売されてるんですよ。そのままそれがプロモーションなんですよ、ね、自分がやってきたことがプロモーションになり、自分がやってきたことがコンテンツになり、自分がやってきたことがそのまままたねビジネスに活用できるというね、手持ちのカードを何枚使うねんって感じですね。あの2ペアっていう地味なんですけど、2ペアってものすごく地味なんですよ。それこそ絵札のない2ペアですよね。あの9と3ぐらいの2ペアなんですよ、うん、3と9の2ペアビャッて出すんですよ。で負ける時もありますけども、ずっとそれが出てるんですよ。何年出してるんだよ2ペアみたいなね。そうすると豚の人とか1ペアの人にずっと勝っていくみたいなねそんな感じですかね。であとはそこそこの地位で、まあ踏みとどまってるというかね、うん、なんか誰も歩かない道を歩いてるのかなと思いますよね。ただ単なる量産ってほとんどの人やんないですよ。トップ YouTuber だってやんないですよ、そんなこと。単なる量産なんてのはきちんと一本一本を再生数100万とか200万っていうのは緻密に狙っていくんですけどね、もう私はもう再生数100万なんて一生やんないと思いますね、そう狙うのは、うん、まあでもですよ、たまにブレイクする、それはおまけなんですよ。ブレイクはおまけ、再生数100がもうレギュラーなんですよ。それで OK と十分なんですよ。そういう風にして才能があるとね、かえってね戦いはハードになってきます、熾烈になってきます。才能がないことをこそ、まあ、安心材料にできるんじゃないかなと思いますし、才能がないと認めるからこそ才能以外のね、ただエネルギーやるだけ、これで一点集中ってことで、まあ、不動の地位を築けるんじゃないかなと思います。そこに才能はいらないと思いますよね。まあですよね、吉谷さんね。じゃあ行ってらっしゃい。